ちょうどあのそれこそ話してたんですけど、富士山企画って今年の5月とかなんですよね。へえ。いや、めっちゃ昔に感じますね。めちゃくちゃ昔ですね。まだ1年全然経ってないっていう。あ、そうですか。うんうん。もうちょい前だったかな、2月とかかな、分かんないけど。あ、2月っすね。2月か、2月か。あ、富士山の日だ、富士山の日。うん。ああ、なんかもう、なんか適当に山登ったら伸びるみたいなことを僕言って作った気します、これ。いや、だからやっぱ1年間で相当その、ああ、まあいろんなフォーマットとか、フォーマットは新しくできたんで、そうですね。あとちょっと引き続き新しい形の。はい。いやー、そうだ。この富士山の動画のサムネ見ると、うん、あの何ですかね、富士山がまあ大きくサムネに映ってるんですけど、うんうん、こうなんかグラデーションみたいな濃い青があるんですけど、はい、これあれなんですよ、僕テストプレイ中にこう僕が水撒いちゃって、うん、汚くなったんですよね。見るたびになんか申し訳ない。そんな、はい、僕知らなかったこれ。これ変なグラデーションみたいになってるんですよ。あ、濃く。グラデーションある、グラデーションある。こうなんかこれ立体的な、この建築税が立体的にしてくれたのかなと思ったら、これ猫字が水まいてただけなんですか。猫字水ぶちまけてめっちゃ謝ったって、大丈夫ですよとか言う、直しときますんでって言って、多分時間も足らなかったんだろうなっていう。見るたびに心痛む。うわー、これ猫字が撒いたんだ。僕が水だら、うん、バケツで撒いたら、上から撒くとどんどん広がっていくんで、広がってね。確かに。そう見ると、今まで影に見えてたこれが、はい、確かに上から水が撒かれたように見えてた。止めれない止めれないってなって、はい、夜中に発狂した気がしますね。おもろ、めっちゃおもろいな。ふと思い出しました、このエピソード。これがまだ2月ということの。いやー、濃厚な2022年ですね。いやー、濃厚ですね、今年も。はい、うん。ちょっと最後まで駆け抜けていきたいと思います。そうですね、気を抜かずに駆け抜けていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、皆さん。はい。ちょっと来年はまたいろいろ新しいのチャレンジしたいな。そうですね。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。